はい、皆さんこんにちは。今回は趣味の動画、ラサール中の2019年の角度の問題をやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はじめなんですけど、どんどん角度変えていきます。ここ半分なので45度。はい、45度。また、ここが錯角。24度が錯角なので錯角を描きます。はい、その次ここが90度なのでここ書いていきます。でもう大体これでもう止まりました。やり方としてはここを求めます。三角形の内角の180度なので180度から、はい、24度と、はい、90度を引けばいい。ってことは180度から114度を引けば、はい、66度っていうのが出てくる。なのでここは66度。そしたらここが114度ということが分かる。でその次にこの三角形とこの三角形を見ます。その時に長さが同じ正方形なんで、またここも長さが同じ、45度45度で角度が同じってことはこれは合同であるってことが分かる。なのでここが24度ということが出てくる。はい、そしたら、180度から114度138度、そしたら答えは、はい、42度が正解になります。答えは42度です。こんな感じで合同で見つけたら簡単ですし、補助線とかいろいろやってもいいんですけど、これが一番シンプルな答えじゃないかなと思います。はい、今回の問題がためになった、面白かったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画で。ではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。